こんにちは、もしおです。今回はレトロゲームの最新トピックをいくつかまとめた動画、レトロゲームニュースクリップの2024年9月4日版をお送りします。一本の動画にするにはちょっと小粒な話題やトピックをまとめてご紹介するというニュース動画です。今回は PS5 の値上げや新型キャッスルバニアドミナスコレクションのパッケージ版、その他コレクションソフトの新作などの話題をまとめました。やや出遅れてしまったものもありますが、興味深い話題が揃っていますので、ぜひお付き合いください。それでは一つ目のトピックから。最初は PS5 の話題から。値上げと新型 PS5 Pro の2つですね。まず値上げの話題から。すでに報じられている通り、9月2日より PS5 の価格が値上げとなりました。主だった値上げは次の通りです。 PS5 本体が従来価格66,980円が、新価格では79,980円に、約 19% の値上げになります。ちなみに PS5 発売当初の価格は54,978円でしたので、そこから計算すると約 45% の値上げです。 PS5 デジタルエディション本体は従来価格59,980円が、新価格では72,980円、こちらは約 20% の値上げになります。本体以外ではワイヤレスコントローラーが9,480円から11,480円に、約 21% の値上げ。プレイステーションポータルリモートプレイヤーが29,980円から34,980円に、約 17% の値上げ。プレイステーション VR2 が74,980円から89,980円に、約 20% の値上げとなっています。おおむね 20% 前後の値上げですね。これから購入する方が PS5 本体に2人で遊ぶためにもう一つコントローラーを追加して、 PS5 ならではの AAA タイトルのゲームを1本購入すると、ちょうど10万円くらいになる計算です。さすがに高いですね。いろいろな意見はあると思いますが、ファミコン時代から家庭用ゲーム機を買ってきた個人的な感覚としては高いと思います。もうすぐ発売から4年経つゲーム機で、この先がそれほど長くないであろうことを考えるとなおさらです。ゲーミング PC 基準で考えればまだ安いのかもしれませんが、問題は遊びたいゲームがあるのかどうか、そしてそれを 4K の最高水準の画質で遊ぶ必要があるのかどうかという視点も必要だと思います。 PC であれば価格も表示品質も調整することができます。 4K の最高水準の画質が必須でなければ、そこそこの PC でも AAA タイトルが遊べるかもしれません。もちろん常に最高水準の画質で遊びたいという方もたくさんいらっしゃると思いますが、そういった方はとっくに PS5 を入手されているのではないでしょうか。これまで購入しなかった方は購入しないだけの理由があったはずです。価格、そこまでして遊びたいゲームがないなど理由はいろいろだと思いますが、今回の値上げは買わないことを決定づける理由になってしまったかもしれませんね。後継機種も今以上に高い価格になることが予想されますので、もう誰もがなんとなく買うゲーム機、誰でも持っているゲーム機ではなく、好きな人が好んで買うだけのマニア向けのハイエンド機となってしまい、日本国内での存在感はますます低下してしまいそうな気もします。ゲーム機離れが進むか、任天堂スイッチ一強の傾向がさらに加速するかもしれません。なお値上げに関してはおおむね為替円安の影響だと言われています。 PS5 が発売されたのは2020年11月で、この時の価格は54,978円でした。当時の為替は1ドル約105円、現在の為替は1ドル約147円、おおよそ当時の 1.4 倍です。54,978円に 1.4 をかければ約76,970円となりますので、今回改定された価格79,980円に近いものになります。値上げとなった PS5 の価格79,980円から逆算すると1ドルは約153円、
現在の為替よりは若干円安になりますが、妥当なところなのかもしれません。為替の影響といえばそれまでなのかもしれませんが、ファミコンが発売されて40年ちょっと、為替も1ドル237円くらいから79円くらいまで変動がありますが、為替を理由に値上げをしたゲーム機があったかどうかですよね。ちなみに直近では Xbox シリーズ XS の価格が PS5 ほどの値幅ではないものの値上げとなっています。これまでのゲーム機は発売以降徐々に生産効率が良くなり価格も安くなっていくというのが常識だっただけに、少しモヤモヤするかもしれませんね。一方 Nintendo Switch は2017年の発売以来一切の価格変更なし、国内を拠点に頑張っています。いい加減安くしろなんて言いづらくなってしまいました。一応現在の北米価格を確認しておくと、任天堂スイッチの有機 EL モデルが 349.99 ドル、 PS5 デジタルエディションが 449.99 ドル、 PS5 通常版が 499.99 ドルとなっています。 PS5 のデジタルエディションであれば任天堂スイッチに100ドル足すだけで購入できてしまうわけですから、感覚的に日本とは全く状況が異なることがお分かりいただけるかと思います。さて気になるのが、今月にも発表されると言われているPS5 の上位機種 PS5 Pro の価格です。今回の PS5 値上げ発表は PS5 Pro 発表の下地作りとも考えることができるかもしれません。リーク情報によると PS5 Pro のデジタルエディションが 599.99 ドル、通常版が 699.99 ドルとなっています。現在の PS5 はデジタルエディションが 449.99 ドル、通常版が 499.99 ドルですので、150から200ドルを加算した価格となります。あくまでリーク情報ですので価格は仮のものになりますが、現在の為替をそのまま適用すると PS5 Pro の国内価格はデジタルエディションが 88,200 円、通常版が 102,900 円となります。 PS5 の価格改定ではもう少し円安気味の為替が適用されていますので、実際にはデジタルエディションが10万円弱、通常版が11から12万円となるのかもしれません。個人的には PS4 以降のプレイステーション本体は購入しておらず、 PC とスイッチでやりくりしていますので、おそらく購入することはないと思いますが、新機種がどんなものになるのかはとても興味があります。発表を楽しみに待ちたいと思います。次は悪魔城ドラキュラのコレクションソフトの話題。先日突然ダウンロード版の販売がスタートした悪魔城ドラキュラのコレクションソフトの新作キャッスルバニアドミナスコレクションですが、予想通りというべきか、リミテッドランゲームスからパッケージ版発売のアナウンスがありました。9月13日より予約スタートで、ジャケットは3タイプから選ぶことができるようです。価格は9月13日にならないと分かりませんが、前回のキャッスルバニアアドバンスコレクションが 34.99 ドルでしたので、それに近い価格になるのではないでしょうか。リミテッドランのことなので39.99ドルあたりかもしれませんね。送料は25ドル前後、今の為替では総額1万円に近い価格になってしまうかもしれません。ただコントラオペレーションガルナがリミテッドランでの発売発表後に、国内でスーパーデラックスゲームスから発売されることが発表されたという経緯がありますので、今回も同様に国内ではスーパーデラックスゲームスから発売になるのではないかと期待しています。一応軽くおさらいしておくと、キャッスルバニアドミナスコレクションは任天堂 DS 時代の悪魔城ドラキュラ3作品とアーケード版悪魔城ドラキュラをアレンジした悪魔城ドラキュラリビジテッドを収録したコレクションソフトです。ソウルと武器を組み合わせて武器の生成ができるシステムや魔封刃システムなどの新機能を搭載した2005年発売の任天堂 DS 作品悪魔城ドラキュラ蒼月の十字架。新システムパートナーシステムを実装し、2人のキャラクターを切り替えたり連携させて楽しめる2006年発売の任天堂 DS 作品悪魔城ドラキュラギャラリーオブラビリンス。女性戦士シャノアが敵やステージで集めたグリフで悪魔城を攻略していく2008年発売の任天堂 DS 作品悪魔城ドラキュラ奪われた刻印。アーケード版悪魔城ドラキュラのグラフィックを向上させ、
ゲーム全体のバランスを見直してアレンジした悪魔城ドラキュラリビジテッド。そして当時のアーケード版悪魔城ドラキュラもプレイできるとのことなので、合計5種類の悪魔城ドラキュラ作品が楽しめるのが本作キャッスルバニアドミナスコレクションです。すでに任天堂スイッチのダウンロード版とスチーム版は2750円で発売されていますが、ぜひパッケージ版でという方もおられると思います。リミテッドランの詳細発表と国内での展開に期待したいですね。次もコレクションソフトの話題で、カプコンファイティングコレクション2、マーベル VS カプコンファイティングコレクションアーケードクラシックスの発売日決定と一緒に発表されたカプコンファイティングコレクション2ですが、こちらも期待の一本ですよね。2025年の発売予定で、価格は未定とまだはっきりしない部分も多いものの、次の8本のソフトの収録が発表されています。メーカーの壁を越えたカプコンと SNK の奇跡の共演第1弾、竜、京、チュンリー、舞、夢に見たヒーロー、ヒロインがチームバトルで激突するカプコン VS SNK ミレニアムファイト2000プロ。カプコンと SNK の奇跡の共演第2弾、カプコン、SNK 両者を代表する人気シリーズから個性豊かなキャラクターを追加し、夢のキャスティングが実現したカプコン VS SNK2 ミリオネアファイティング2001。カプコン 2D 対戦格闘ゲーム、スト2シリーズ、スト3シリーズ、スト0シリーズ、ヴァンパイアシリーズ、ウォーザードのクロスオーバーが実現したカプコンファイティングジャム、ストリートファイター0シリーズの集大成、03のアッパーバージョン、3つのイズムから自分が好きなものを選び戦うことができるストリートファイター03アッパー、簡単操作で何でもできる 3D 対戦アクション、敵に向かって物を投げる、柱にしがみついて回転キック、バズーガを撃つ、敵を投げるなどアクション映画のようなバトルを繰り広げるパワーストーン、簡単操作で自由度の高いアクロバティックなアクションはそのままに4人バトルロワイヤルへと進化したパワーストーン2、ジャスティス学園シリーズの厚さそのままに 3on3 チームバトルにパワーアップ、学園を舞台にドラマティックなストーリーが繰り広げられる 3D 格闘アクション、燃えろジャスティス学園、宇宙で一番美しい 3D 格闘対戦第2章、ガードボタンが廃止され軸移動ボタンが追加されたスターグラディエーターの第2弾、スターグラディエーター2ナイトメアオブビルシュタイン。以上の8本です。オンライン対戦や資料が収録されたギャラリー、トレーニングモード、フィルター機能、ワンボタン必殺技なども用意されているようなので、かなり充実したコレクションソフトになりそうです。カプコン VS SNK に関しては、先日 SNK VS カプコンが復刻されましたので、また盛り上がりそうですね。こちらも続報が楽しみです。次もコレクションソフトの話題で、テトリスフォーエバー、こちらも2024年発売という情報だけで、具体的な発売日や価格は発表されていませんが、テトリス、ハットリス、テトリス2、スーパーボンブリス、スーパーボンブリスデラックス、テトリスバトルガイデン、スーパーテトリス2プラスボンブリス2作品、スーパーテトリス3の旧タイトルに加えて、過去作のルールがミックスされた新作テトリスタイムワープが収録されるようです。テトリスは様々なメーカーから発売されてきましたが、今回のコレクションは BPS がファミコンやスーパーファミコンで発売していたテトリス作品をまとめたものとなるようですね。ハットリスはテトリスではないような気もしますが、新作を加えると全10タイトルとなりますので、コレクションソフトとしてはなかなか充実したものになりそうです。こちらも続報が楽しみですね。次の話題はスノーブラザーズの新作2本。スノーブラザーズはトウアプランが90年にアーケードでリリースしたアクションゲームですが、近日中に2本の新作が予定されています。まずトウアプランの IP を継承する達人から発売される新作がスノーブラザーズワンダーランドです。昨年から予告されていたスノーブラザーズの最新作ですね。10年後のスノーランドを舞台に
スノーブラザーズの主人公ニックとトムの息子たち、ニックジュニアとトムジュニアが6つの世界を冒険していくといった内容で、オリジナルでは 2D のサイドビューだったグラフィックがトップビューの 3D グラフィックとなっています。 3D グラフィックにはなりましたが、雪玉を駆使しながら敵を巻き込んでまとめて倒すという基本的なゲームシステムは踏襲しているようです。最大4人同時プレイに対応し、長編ムービーや声優を採用した本格的なストーリーも楽しめるとのこと。発売は11月28日で、対応プラットフォームは PS5、PS4、Nintendo Switch。 パッケージ版とダウンロード版が用意されており、通常版の価格は6380円となっています。また48ページの設定資料集、特典 DVD が同梱された限定版特装パッケージも同時発売されます。こちらの価格は9680円となっています。東亜プランの IP を継承する達人のオリジナル新作タイトルということで楽しみですね。すでに Amazon などでも予約が始まっていますので、チェックしてみてください。もう一本の新作はスノーブラザーズ2スペシャル。東亜プランが94年にアーケードでリリースしたスノーブラザーズ2をリメイクした作品です。魔王に連れ去られたお姫様を救出するという原作ストーリーや4人プレイなどのゲーム内容を継承しつつ、グラフィックを強化したものとなっています。1体でどこまで進めるかを競うサバイバルモード、時間を競うタイムアタックモード、空中戦が楽しめるスカイランモードなども搭載。敵キャラクターをプレイアブルキャラとして使用できるモンスターチャレンジも用意されているとのこと。モンスターチャレンジは2022年に発売されたリメイク版スノーブラザーズにも搭載されていたモードですが、攻撃方法や特性の異なる様々な敵キャラクターを使って全く異なる方法でステージを攻略していく様はとても痛快で楽しかった覚えがあるので、本作も期待できそうです。スノーブラザーズ2スペシャルの対応プラットフォームは Steam で、価格は未定、近日配信予定となっています。今のところ Steam のみとなっていますが、Nintendo Switch などでも発売されるといいですね。次の話題は固定画面ゲームつながりで、ファイナルバブルボブル。セガマーク3で発売され、中古市場でも高額ソフトとして知られるファイナルバブルボブルの復刻版が Nintendo Switch のダウンロード版ソフトとして販売がスタートしました。価格は660円。ゲームの方はアーケード版に新要素を追加した内容で全200ラウンド。 Nintendo Switch 版はAmazon のサイバーマンデーでバブルボブル4フレンズの特典として配布されたものですが、今回単品での販売が開始されました。ゲームボーイ版サーガイアやメガドライブ版スペースインベーダー90も当初特典だったものが後日通常販売されましたが、それらと同様ですね。当時本作目当てでバブルボブル4フレンズを購入した方にはあまり面白くないことかもしれませんが、ファイナルバブルボブルを遊んでみたかった方には嬉しいニュースなのではないでしょうか。任天堂ストアで購入できますので、チェックしてみてください。次はタイトーつながりで、アーケードメモリーズボリューム3。先日イーグレット2ミニ専用追加ソフト第3弾アーケードメモリーズボリューム3のラインナップが発表となりました。すでに少し時間が経っていますので軽く流したいと思いますが、今回のラインナップは次の10タイトルとなっています。ミスター・ドゥ、ルンバランバ、ウィズ、メタルソルジャー・アイザック2、エクスターミネーション、ドクター・トッペル探検隊、トップランディング、アクアジャック、ギャラクティックストーム、アッカンベーダー、以上の10タイトルとなります。個人的に馴染みがあるのはミスター・ドゥとアッカンベーダーくらいでしょうか。なかなかマニアックなラインナップですね。この10タイトルが収録された SD カードに10タイトル分のインストラクションカードミニ、特典デラックス攻略本、電撃対等ステーションボリューム4が付属。価格は8778円で12月19日の発売予定となっています。同時にイーグレット2ミニ専用の台座と椅子がセットになったイーグレット2ミニ専用コンバインキットも発売されます。
価格は6578円。アーケードメモリーズボリューム3とのセット製品もあり、こちらは15356円となっています。台座に関してはイーグレット2ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、取り外してプレイしてくださいという注意書きがありますので、あくまでディスプレイ用ということのようです。またアーケードメモリーズボリューム3とサイバースティックのセット商品も発表されました。こちらはアマゾン限定販売で、価格は 32,978 円となっています。サイバースティックはすでに欲しい方には行き渡っていると思いますが、今回は限定電波カラーということで、従来品とは色が異なるんですよね。いずれもややマニアックな商品になると思いますので、数は限られていると思います。欲しい方は早めに予約した方が無難かもしれませんね。次はアイレムコレクションボリューム2の話題。アイレムコレクションボリューム1に不具合があり、その対応の影響からか、ボリューム2は発売日が決まらない状態が続いていましたが、ようやく発売日と価格が発表となりました。ダウンロード版が11月28日の発売予定で、価格は3520円。対応プラットフォームは Nintendo Switch、PS5、PS4 となっています。パッケージ版も同じく11月28日の発売予定で、通常版が4400円、特別限定版が9350円。対応プラットフォームは Nintendo Switch、PS5 となっています。最初にコレクションのアナウンスがあったのが2023年4月でしたので、だいぶ遅くなってしまった印象です。第3弾の発売日と第4弾のラインナップも早い時期に決まるといいですね。こちらも最近進展があったコレクションソフト、鋼鉄帝国スティールエンパイアクロニクルです。本作も2023年4月の発表以来、発売日などが決まらないまま長い時間が経ってしまいましたが、国内パブリッシャーであるメビウスの公式 X によると、9月中には発売日が発表されるようです。メガドライブファンを中心に待ち続けている方も多いと思いますので、早く発売と価格が確定するといいですね。最後はスーパーレトロ GP。 ロゴがスーパーモナコ GP そっくりでありながら、ゲームはバーチャレーシングにそっくりという、一部で話題のローポリゴン風レースゲームスーパーレトロ GP に進展がありました。誰もがツッコミを入れていたスーパーモナコ GP そっくりだったロゴがついに変更、バーチャレーシングそっくりのロゴとなりました。これは何と言ったら良いのでしょうか。いろいろな意味でブレない姿勢がすごいと思います。このまま発売まで突き進むことができるのか、今後の展開に注目ですね。おまけです。以前に掲示板でも触れましたが、9月5日にゲームギア大全という書籍が発売となります。価格は2640円。国内で発売したゲームギアのゲームを網羅した書籍は、過去にアーリーセガパーフェクトカタログがありましたが、こちらはすでに新品在庫がほとんど流通しておらず、中古も定価以上になってしまっていますので、ゲームギア関連のカタログ本が欲しかった方には良い機会になるかもしれませんね。今回発売されるゲームギア大全はゲームギアだけで240ページ構成となっていますので、内容的にも期待できそうです。 Amazon などで予約購入できますので、興味をお持ちになった方はチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。ここ1週間から2週間でいろいろなニュースが出てきましたね。他にも何かあったような気がしますが、今回はこれくらいにしておきたいと思います。皆さんはどのトピックが気になりましたでしょうか。希望や感想など何でも構いません。こんなニュースもあったよというのも大歓迎です。気軽にコメントを残していってください。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。